今度は、オーストラリア人とイギリス人の女性4人からなる、ストリングカルテット。2001年結成。エレクトリックバイオリンや、サイレントチェロを使用し、クラシックの名曲などをベースに、独自のアレンジを施したスタイルは、クラシッククロスオーバーと呼ばれる。楽曲のほとんどは打ち込みや、サポートメンバーによるバッキングが加えられており、弦楽史重奏は型だけのものとなっている。 衣装だけでなく、普通は椅子に座って演奏されるチェロを立層で、プレイするなど、ビジュアルやパフォーマンスを重視しているのも、大きな特徴。日本では、トヨタイストやサイバーデムの CM や、プロレスラー佐藤浩平の入場曲、ドラマ、小早川新規の恋の挿入歌などで使われた、ビバが有名。デビュー曲の、ビクトリーや、フレゴも、CM やドラマで使われ、ウィンターは、 ソルトレイクシティオリンピックのフィギュアスケート男子金メダリストのアレクセイ・アグディンが使用したことでも知られている。また、スバルの WRC ラリージャパン開催記念の CM で社員が使われている。2年連続で来日コンサートも実現している。2008年に脱退。現在は夫と2人の子供と共に香港に在住。8曲目に収録されている。 アレクサンドル・ザグレートはテレビ朝日、そうだったのか。池上明の学べるニュースのテーマソング。文化放送が放送開始の試験電波で使用することがある。ありがとうございます。